今回は室町時代の6回目についてお話しします。まずこの空欄ですね、どれだけ埋まるか確認しましょう。では一時停止ボタンを押して確認してください。はい、どうぞ。では行きます。今回の中心人物、主役は四大将軍足利義持になります。では彼の政策を見ていきましょうですね。1411年あることを中断しました。これは何かですね。勘合貿易を中断しましたですね。父足利義満が始めたものをやめたんですよね。で、基本勘合貿易というのはすごい儲かったんですね。足利義満の時にも話をしましたけども、朝貢という形をとっていましたよね。民がボス、日本が子分、完全な上下関係があるわけです。ですから日本がちょっとなんか持っていくと10倍とかにして返してくれますよということで、すごく儲かったんですけども、彼はやめています。で、理由としてはいろいろ考えられてるんですけども、その民の下につくのが嫌だったとか、あとはこの足利義持という人は父親の義満とすごく仲が悪かったんですよね。で、父親がやってたことはやめたいとか。ちなみにこの足利義持は父親が作った六音寺金閣、覚えてますか？これ文化でもありますけども、あの六音寺っていうお寺をほぼ全部壊してます。金閣だけ残して他を全部壊したという実績もある人ですよね。まあいろんな説があります。ただやめましたという事実は覚えておいてください。では続きです。ここですね、乱が起きます。内乱ですね。で、どんな内乱かというとこうです。上杉氏則が鎌倉久保の足利持氏に対して反乱を起こしました。で、失敗に終わったんですけども、その乱のことを何というか、答えは上杉禅宗の乱と言います。この氏則と禅宗は同一人物です。この氏則が、まあ、出家ですね、お坊さんになって禅宗と名乗っています。で、最後ですね、これは何かというと、朝鮮が倭寇の本拠地と考えていた対馬を攻撃してます、ね、じゃあその事件を何というか、答えは応援の外交と言います。平安時代に都尉の入港ってやつありましたよね。あれは1019年です。ちょうど400年後ですので、覚えやすいなと思った方は余裕があったら覚えてみてください。で、この四大将軍足利義持は自分の息子に五大将軍を譲ります。でも五大将軍の方は先に亡くなっちゃったんですよね。じゃあ次の将軍どうしようとやってる間ですね、その将軍不在の間に起きたのがこの出来事ですね。もうポイントはここです。日本開闢以来ですね、日本で初めて起こったよってやつです。それは何か、答えは象徴の特性一揆、象徴の土一揆、土一揆という場合もあります。一揆ですね。で、ここで押さえてほしいのは、一揆というのはその支配されている方が武力でその要求を通すことなんですけども、この室町時代で初めて起きてますですね。ありますね、日本開闢以来、日本始まって以来なので、最初の一揆がこの象徴ということは必ず押さえておいてください、ね。ではどうやって始まったかというと、こうですね、馬借が蜂起しましたですね。ではどこの国か、近江の国の馬借が蜂起してます。今でいうと滋賀県ですね。で、ここ士徳政とあります。で、これは何かというと、徳政令というのは鎌倉時代に一度やりましたよね。すごくざっくり言うと借金帳消しです、ね。で、この士徳政なので、これ私っていう字ですよね。これ幕府がじゃあ借金帳消しするよって出したわけではありませんですね。この民衆が実力行使で借金を帳消しにしたというのが士徳政です。そこ注意ですね。ですからもう一度言いますけども、象徴の特性一揆というのは、この室町幕府がじゃあみんな借金帳消しにしてあげるよという命令を出したわけではなくて、この民衆の方が実力でもう借金なんか払わねえということを認めさせた一揆ですね。で、この象徴の特性一揆について書かれているのがここですね、大乗院日記目録ですね。このジンソンという人が書いたこの大乗院日記目録に、この象徴の特性一揆のことが書かれています。今回はここまでです。ありがとうございました。